と東北大学法学部3年の西澤恵理子と申します。参加することになったきっかけはリーダーの島津さんにお誘いいただいたというのがきっかけ で、自分自身も被災地今まで行けていなかった岩手県とか福島県とか あと宮城県 その気仙沼とかに回れるということで、もう本当にいい機会だなと思って参加させていただきました。実際回ってみて、ですね、一番は陸前高田の駅を見に行ったんですけれども、今まではその写真とかを見て何もなくなってしまったんだ、更地になってしまったんだなっていうのでああって思ってただけだったのが、駅が街並みがすごく想像できてしまったんですよ。駅があって大通りがあってきっとこう商店街が広がっていたんだろうなと思うと、もう本当に泣けてきて、それが一番印象に残ってます。本当にそれはあって、私今就職活動中で自分の将来のことを考える時間が多いんですけれど、まあ、最初はその自分にとって何が幸せかなとか、どんな仕事がいいかなとかって考えていたのが、その震災のために何かしたいなっていうふうに考えるようになって、その将来の仕事もそういうふうに被災地に関わりたいっていう気持ちがすごく強くなりました。来てよかったです。もう本当に来てよかったです。思うことは責任の重さを非常に感じております。学ばなければいけないし、行動をしなければいけないし、ただ行って帰ってきただけでは絶対ダメだってもう思っています。東北大学経済学部4年生の新野純平と申します。よろしくお願いします。僕は実家が仙台市の青葉区の方でして、被災もしたんですけれども、その後なかなか被災地ですとか、地震ってことに関してあまり積極的に関わることをしてこなかったんですね。ボランティアとかもなかなか参加したことがなくてですね、それはやっぱり自分の中で少しこう震災に関することを無意識のうちに避けていたのかなっていうふうに思っていたんですけれども、僕も4月から、東京に就職で行くんですけれども、その時にこの震災を地元で経験した人間としてこの経験を伝えられないニュースとかでしか見たことない人間として行くのは嫌だなというふうに思いまして、やっぱり自分の目で見て自分の耳で被災を体験した人から話を聞いてということをしたいなという時にこの、きっかけバスというイベントがありまして、いいきっかけだなと思って参加させてもらったっていうところがありました。そうですね、本当に予想していたものよりも多くのものを得られているなという実感があります。被災地の方にお話聞くときに、どうしても最初は聞いていいのかなとか、ちょっとこの話は避けた方がいいんじゃないかなっていうような遠慮とかも最初はあったんですけれども、でも聞いてみると本当に被災地の方々もすごく伝えたい、この経験を次に還元したいっていうような思いをすごくひしひしと感じてきて、その思いを受けて僕も本当に多くのものを吸収しなきゃいけないということで、すごく今本当にいろんなことをメモして、いろんなことを自分の中に取り入れながら回っているっていうような感じですね。そうですね、それは本当にあると思います。自分は、4月から仙台離れてしまうんですけれども、このやはり旅を通してこの経験とかを次に別な地域の経験しなかった人に伝えていかなくちゃいけないっていうような責任感といいますか、自覚というのがすごく芽生えつつありまして、実際今度行く会社が本社が沿岸の近くにあるんですけれども、同僚の皆さんにこの津波の経験ですとか、あとは防災に関することをどんどん積極的に広げていってシェアしていきたいなというふうに思っています。まずは本当にこのような機会を僕たちに提供していただいてどうもありがとうございます。僕たちができることはこの経験を次に生かすこと、そして多くの人にこれを伝えていくことだと思うので、そのような形でしっかりと
目に見えない形になるかと思うんですけども、どんどん恩返しといいますか、社会全体に還元していきたいなというふうに今思っています。